どうもー影谷です。今日はね自分の人生を生きるためにということについてお話ししたいと思います。昨日はね僕休日、えー、木曜日やったんで休日でですね、えー、まあまああのー、食事ですね。 食が結構贅沢というか、まあ、そこまでお金をものすごいかけたとかいうことではないんですけどもこう贅沢な食事をさせていただいたなと思っておりますちょっとね体重が増えてるんで、えー、金曜日から、あのー、しっかりとこう絞っていく形、えー、昼ご飯は別としてね、えー、晩ご飯はをちょっとこう、えー、減らしていく形をとっていこうというふうに考えておりますまあ えーまあ、昼もそうですし夜がねはま寿司の、ね、お持ち帰りはま、えー、寿司のお持ち帰りのお寿司を注文してですねそれをお味しくいただいたと。 やっぱ浜寿司のお寿司司のはいいいなと改めて思いましたで家族の分3人分ですねを買ってですねそれをこう家族に食べてもらうと、あのー、いつもこう仕事とかいろいろ手伝ってもらってるんでね、えー、そのお礼というかね、えーまあ、ささやかなお礼ですけども、えー、させていただいたという形でしたでは今日の、えー「自分の人生を生きるために」ということなんですけどもその自分の人生という、まあ、生きるためにってちょっと大げさになっちゃうんですけどもその いろんなねこう。 ここういうういいととが当たり前やというかその、例えば自分の脳ありますよね自分の脳がね、えー、脳はこうマイナス思考であるっていうことをこう分かっておく必要があるかなというふうに思います何かをこう何かが起こった時にマイナスな方向へこう考えてしまうっていうのが、えー、脳の構造上構造上つかあ,あるということですねそれは、えー、生存本能ですね えー、生存本能がすごくこう高いんですね。その優先順位で言うと一番になるんで、その。 マイナス思考というか何かねこう変化を起こす何か新しいことをしようとするとですねそれに不安を覚えたりとかですねえマイナスに考えてしまうようにしてですねその行動を起こさないようにすするんですねそれはなぜ行動を起こさないよう変化させないようにするかというと変化させるとですねえ自分の身に危険が起こる可能性があるとこうえ思わすため思わすか思うんですよね。 人間その毎日こうしっかりこうしっかりじゃない毎日こうな同じようにこう生きてると何も変化がなく危険がない状態になるっていうことになるんでですねその何か変化させようとするときにそのマイナス思考にさせてその変化をさせないようにするっていう脳のその機能というかそういうものがあるっていうことをこう分かっておく必要がある。だかから何にに挑戦するとき 何かそれをこう前の状態に戻そうとする、えー、そういう,こう、えー、仕組みというかその脳の働きがあるということを分かっておいてやるということですだから不安になったりこうマイナス思考になるのは当たり前のことやというそれはそれとして置いといてまた新しいことをやっていくという形をとっていくそこにこう新しいことをやっていってもですねその、えー 命に危険ががないといととうこわかればですねそこは脳は、えー、その何て言うんですかねそのブロックが外れる、えー、ブロックを外すことができるようになるそうするといろいろできるような自分の、えー、本来やりたいようなことがこうできるようになってくると思うんでですねそのブロックが外れるまではその脳にこう覚え込ますというかねそ,のそうじゃないんだよと危険はないんだよということです。だから そのの狩猟時代ですよ、ね、そのえー、こう獣,獣というか、ね、肉を取って肉を食べてたという時の脳の状態ってあんま変わってないらしいんですね。その割にはこう人類っていうのはいろいろこう、えー、文明が発達してですねこうそれが脳がついていけない状態になってるんでだからその新しいことを何かやっていくとですねそこにこううんマイナス思考になってですね それでこう何かを妨げる状態になるんで自分が自分の、えー、生きたい人生を生きるためにはですねそういう何かをした時にそのマイナス起こうなったら不安になるのはこれは脳のせいであってその,そのもの自体が不安なものではないということをこう分かっておく必要がこうあるかなというふうに思います。それとですね、えー、まず何かやる やっていく時にその何か結果が出た時にそれを自分自己責任として考えるということですね自己責任として考えるその他人のせいに全てをこう受け入れてですねあのー、自分のコントロールできないものに関してはもうそこにね、えー、時間と感情を割かない状態にしていったらいいと思うんですけども自分でコントロールできるとか何かこう アプローチしていくことによってね結果を変えることができる可能性のあるものに関してはですね自己責任でやっていくその周り環境人などは関係ないということです自分がどうするかっていうことでこうやっていく必要があるかなというふうに考えますこれでですねえー、っとちょっと待ってくださいね あとですね、自分の性格ですね。性格があると思うんですけども、えー、性格は変えられないとこう思っておられる方多いかもしれないんですけども性格っていうのは変えられるというところとその自分が思って自分が今まで生きてきたものが、えー、性格として現れてることがあるんでですねその 外部環境というかそういうものに影響されていることが多いんでもともと持ってる自分の性格とは違うものが自分の性格やと思ってる場合があります。でえー、今までの積み重ね例えば30年間生きてきた その生活習慣がありますその生活習慣をしていった上での性格なんで性格を変えよう思ったらその生活習慣自体を変えてしまうということですね生活習慣をガラッとと変変えるとですすね性格は変わりますよだからその違う生活習慣になってるんで性格は変わっていくんで性格というのは変わっていくただその一気にどうこうということと自分がこうなりたいようになる 自分のなりたい性格があったとしたらそういう生活習慣に変えていくっていうことですねそうするといろいろ変わってくるということですほんでもともと持ってる自分のこうものっていうのにこう気づいていくとっていうことですね、えー、それはね僕も今ちょっとこうもともとの自分というものがこうどういうものなのかなっていうところですねそれをねこう結構こう時間がねそのない時はしょうがないんですけどある時はねこう なぜこうかな、ぜ本当に自分はそれを欲してるんかなとかその何かに縛られたりその固定観念でそれをやってるけども本当にそれがしたいのかなとかこうで心の声はどうやろうとか,とか、えー、心の使い方はどうやろうとかいろいろ考えていくとですねいろいろとこうちょっとこうあれこれは。 ちょっとととと違ううのかなとかない見えてくるということです、ね、まあ正確にわざわざこだわる必要はない僕の場合だとも自分の性格がどうこうっていうのはこだわってないですよね。自分のこう面白いと思ったことをどんどんやっていくっていうことだけでですね別に他のことにこう縛られることはないんですけども。うん、ということでね、えー、自分の人生を生きるためにはですね えまず脳がこうマイナス思考になるっていうことを分かっておくことで自分がこうやりたいことをやった時にこう不安を覚えたりマイナス思考になるのはそれは当たり前のことであってそのやること自体のそのあれで不安になってるんではなくてその変化することを脳が嫌うんでっていうことを分かっておく。 で自分の性格はこうこうやからとこう決めつけるんではなくてそれは今までの生活習慣でそういう性格になってるだけなんであの性格は自分のそれは性格とは限らないということです。それは、えー、親の、えー 元でこう18ぐらいまでは育てられてるんでその親の影響によって作られた性格なんでもともと自分が持ってる性格とは限らないんでねその辺疑ってみる必要があるかなと。で、えー、変えたい性格を変えたいのであれば生活習慣をその性格その性格の人がやってそうな生活習慣に変えるということです。それとですねもう一つが自己責任思考ですね。自、えー、自分の自己責任という思考で こう考えていくだからその何でも自分の責任を持ってやる責任を感じる必要はないですけどもその他人のせいにしたり環境のせいにしたりとかですねえその親のせいにしたりとか友達のせいにしたりとかえそういうことをしてはいけないということですそうじゃなくてもいろいろやり方はあるということをこう自分でこう思う意識するっていうことですね。ということで今日はねえ自分の人生を生きるために。 えー、性格は変えられる脳、えー、はマイナス思考自己責任思考ということで、えー、お伝えしましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます